SFA 貿易の答えです。本日のブログは木製家具をね、中国から海外に輸出する方法という内容で話します。で、皆さんですね、結構ですね、中国から家具を輸出したいという話が多いんですよね。まあ一般的な雑貨とかね、アパレルの商品っていうのは、例えばね、自分がちょっと欲しい商品だったら、EMS 等のね、郵便で送れたりするんですけども、要はかさばる商品ですよね。家具。まあ、EMS 送れるのは大体最大で30キロぐらいできますから、それ以上超える商品っていうのはね、そういうのは一般的な貿易をしなければ、通関をしなければ、輸出できなくなります。じゃあ、そういうふうなかさばる商品をどうやって輸出するかといえば、正式なね、輸出通関をするしかない、ありません。じゃあ、そうなった時にどういうふうな手続きをするかっていうのが、こう皆さんにとって結構わからない話なんですね。で、中国のね、家具市場、建材市場、いろいろ回られてですね、結構魅力的な商品あることを皆さん気づくと思うんですけども、特に家具、今はね、いろんなデザインのものがあります。まあ、世界中の家具のね、製品はほとんど中国で作られているような感じも今思われるぐらい、中国での家具の生産というのが多いんですけども、まあ、それはね、木工職人の数が多いっていうのと、まあ、人件費の面で、そういうのが、いいというふうにね、優位に立っているという中国の家具の生産性というのがあると思うんですけども、まあ、そういうふうな市場からですね、どうやって海外に持っていって、商品を海外で購入するかというか、購入、入れるかということが、ポイントになってきます。じゃあ、中国からですね、どうやって家具を出すかという話をします。じゃあ、一番簡単な仕入れ方法というのは、まあ、工場に対してね、オーダー生産するというのは、これはかなり数だって、ロットがある場合は、そういうふうなことは可能だと思うんですけども、皆さんがですね、普通に仕入れたい場合っていうのは、結構問屋さんとかね、家具市場からこう欲しいのを選んで、で、その既製品をね、自分が選んで買っていければいいかなっていう思う人って結構多いんですよね。じゃあ、そういう場合には、どういうふうにして家具を仕入れるかっていうのは、まあ、家具市場行ったら現金持ってたら買えるんですけども、ここはちょっと問題があります。家具を輸出するという、海外輸出するってことは、商品を海外に持っていくことです。じゃあ、そうなってくると、一つポイントになるのが、中国のね、法律で海外輸出する商品は必ず、海外からお金を振り込まなければならないと決まってるんですね。これは外貨確証単の処理ということで決まってるんですけども、海外からお金振り込まなければならないということは、現金で市場で買い取ってそれを輸出することができるのかっていうようになると、そこで問題発生します。お金は海外で振り込めないからね。じゃあ、そういう場合どうするかというと、大体ですね、海外からお金を、大体貿易代理店っていうところにお金を振り込むんですね。で、その貿易代理店が人民元に両替して、で、それを各お店に払っていって、で、増資税領収書っていうね、輸出するための領収書あります。その領収書をゲットして入手して、で、その輸出通関すると。で、家具というのは木製品です。じゃあ、中国の法律でですね、木製品の家具というのは、商品の承認、検査の件ですね。証券という書類を作成しなしてですね、輸出しなきゃならないと決まってるんですね。まあ、商品の安全性です。まあ、だからその証券書類を入手しなければならないという問題点が発生してきます。だから、皆さんが注意しなきゃならないことっていうのは、そのような問屋外で買った商品っていうのは、問屋のお店っていうのは貿易をする固めの会社じゃないんで、貿易権を持っている企業を探さなければならない。貿易代理店をね。それで貿易代理店からお金を支払ってもらう。じゃあ、その増資税領収書、お店が増資税領収書出せるのか、出せないなら増資税領収書を処理してもらえるね、行政に頼まなきゃならないというふうにことも起こっていきます。また、証券ですね、そのお店から買った商品は、まあ、もともとね、木工家具メーカーさんの直販のね、下のお店、G 社をというんですかね、まあ、中国で直接のセールスですね。ダイレクトセールをやっているようなお店ならば、そういうような書類を持っているところもあるんですけども、多くの場合持っていないです。だからそういう場合には、専門の業者にアウトソーシングで委託をしてやらなければならないということですね。だから、証券の書類、増税領収書、貿易系の問題、お金の振り込みという、この4つの問題点をね、こうクリアすれば、あなたも海外でその中国の株を仕入れ、直接仕入れることができると。でも、それをするためには、クリアしなければならない、処理してくれる業者を探さなければならないと。いうふうなポイントがあります。まあ、その点をですね、私ども SAP 貿易が行ってますけれども、まあね、そういうようなことで皆さんにとって、不明な点ね、ございましたらまた相談に乗っていただければ、相談していただければ、私の方で回答いたします。まあ、知らないっていうことでね、現金で買い付けてそれを出せないのかなって相談されると、いろいろトラブルになりますんで、事前にですね、どのようにやったらいいのかっていうのを専門の業者に相談して行ってください。それであると木工家具というのは証券というものがありますし、増資領収書もいりますし、
まあそのようなね、外貨処理の問題もございますから、そのような点で問題も発生します。だからその辺を前もって皆さん知って、行動に出てください。そうすれば皆さんも中国の家具を直接海外へ輸出することが可能です。まあ本日のブログはね、よく質問ある質問の中で木製家具を中国から海外に輸出する方法という内容でお話しさせていただきました。以上です。